すごいお腹のおっさんです。はい、今日はすごいお腹のおっさんの今日のお昼です。今日は吉野家さんですね。吉野家さんでテイクアウト持ち帰りで、牛丼が作りました。これは野菜サラダとお味噌汁、そしてこれは、ネギダクの牛丼の並と、こっちが温玉の牛丼並みですね。そして唐揚げ丼があったんで唐揚げ丼も買っちゃいました。今日のお昼は、今日はね朝ごはん抜きだったんで、お昼にこれを全部食べたいと思います。それではいただきます。まずはねこれからちょっといただきますかね。このね玉ねぎですね、ネギダクの玉ねぎさん、いただきます。うん、甘くて美味しい。やっぱりね牛丼食べる前はサラダ食べないよね。はい、続いてはねこの唐揚げのどんな味なのかな、気になります。ジューシー、美味しいです。